カイロタワーは、エジプト、カイロに位置する単独のコンクリート製タワーである。高さ187メートルで、50年ほど、エジプトや北アフリカで最も高い建築物であった。また、タワーは1971年に、南アフリカのヒルブロータワーがしのぐまでの10年間、アフリカで最も高かった。タワーは、カイロの現在的なモニュメントの一つであり、ダウンタウンに近い、ナイル川に浮かぶゲズイーラ島のザマーレク地区に立つ。タワーは、エジプト人建築家、ナウーム・シェビーブによって設計され、1956年から1961年にかけて建設された。タワーの少し開いたシェル構造は、古代エジプトのシンボルであるファラオの発植物を思い起こさせるように意図されている。タワーでは回転する展望台とレストランでグレーターカイロを眺めることができる。1回転にはおよそ70分かかる。1960年代、エジプト大統領のガマール・アブドゥル・ナーセルは彼の機嫌を取るために個人的に送られた600万ドルをアメリカ政府と考案したタワー建築費だと発表した。彼に賄賂を与える試みによって侮辱されたナーセルはタワーの建造に使用する資金全体をエジプト政府に移すことにより公式にアメリカ政府を非難することを決定した。2004年11月から2009年5月17日にかけて3500万イーグップの修復プロジェクトが行われ、2011年4月に50周年記念に間に合うように完成した。ありがとうございます。